波乱に包まれた2020年を経て新たなシーズンの幕開けです。2021明治安田生命 J1 リーグ第1節、サンフレッチェ広島対ベガルタ仙台の一戦、エディオンスタジアム広島からお送りします。さて今シーズンより改めて VAR が導入されます。得点かどうか、 PK かどうか、退場なのか、退場警告の対象選手の間違いがないかどうか、条件に当てはまるシーンで映像を確認します。では栄えある開幕戦の広島スターターです。キーパーが大迫、フォーバック左から東、佐々木、荒木、右が野上、ダブルボランチが青山、川辺、トップ下3枚左から森島、新加入のジュニオール・サントス、右に浅野、ワントップドーグラス・ビエイラと入っています。続いて仙台のラインナップです。開幕の切符を勝ち取った11人はキーパー・スオビク、フォーバック左から秋山、アピア・タビア、島尾・マテ、ハチスカ、ダブルボランチが古巣対戦、吉野・上原、3枚が左から木田・関口、新加入マルティノス、そしてこちらも古巣対戦で新加入の皆川雄介と入っています。かわした、ジュニオールサントス、サントス、あー倒れる、一つストロングを出しましたジュニオールサントス。ここはビエイラが猛抗議です。まあ抜け出せればね、もうゴールキーパーと1対1というシーンでしたから、おーっとレッドカードが提示されました。決定機阻止、島尾待てにレッドカードです。なんとかこの時間帯は粘りたい仙台、中を締めながらの守備です。牽制は皆川、ただここも落ち着いて回す広島。浅野ダイレクト入れた、ジュニオールサントスのシュート、やはり決めたのが新加入ジュニオールサントス。最後ディフレクションありながらもゴールにねじ込みました。高さあり、強さあり、ドリブルあり、何でもできるストライカーサントス、広島のデビュー戦で結果を出しました。まあ期待通りの、ね、プレーを見せてくれましたよね。まあ、やはりねシュートまで持っていくこの形っていうのをねやはり持ってるなとそう思いますね。さあ大事にしたいこの攻撃、ハチスカ、ハチスカのアーリークロス、ボレー、カウンターアタック炸裂仙台。さあインスイングのボール真ん中に入ってきた、入ってる野上、こぼれた、どうだ、ここはどうだ、サントスのシュート、もう一度行く、かき出した仙台マルティノス。さあボランチの川辺が出てきたぞ、その川辺を見た、空いてました。さあお得意の3列目から出てきた川辺からサントス、得意な形切り返したサントスが行ったぞ、ナイスキーパースオミク、動きませんでした。マルティノス直接来た、狙っていきましたマルティノス。さあ右を取った柏です、中にはビエイラ、内から外、浅野、リターン、ボックス内、柏のクロス、空いた、東、ナイスキーパースオビク、完璧に崩した広島、ただ守護神スオビクです。さあここで守備スイッチを入れた広島、ここを剥がせるかどうか仙台です。ナイスタッチ、関口入ってきた、関口来た、まあ来ましたね、関口来た、関口のシュートだー、こぼれた、赤崎、開幕戦ドラマが待ってました。交代出場11番ストライカー赤崎が決めました。1人少ない中起点となったのが今日攻守で躍動した関口、
最後は諦めなかった赤崎周平。まあここね、左サイドをうまくこう崩していきましたし、まあ、この関口のドリブルですよね、一つこうフェイントシュートフィート入れて、まあ、そのねこぼれ球をうまく赤崎がね落ち着いてゴールに流し込みましたよね、はい、青山サイドに散らしてクロスボールだ、ボレー、スワミク、まあ、難しいボールをねうまく、まあ、鮎川ですかね、合わせましたよね。さあ目安の5分経過、ここで試合終了の笛です。1対1ドローゲームでフィニッシュです。